受け止めた、向き直った、ビクトリーロイヤル、すごい高さです。それでもやはり肩が痛い。あ、ちょっと遅れましたね。カバー体を預ける、ファンタジー。いや、ちょっともう消耗がもうどっちも、まあ、あとはミラノさん、先ほどですね20分経過のアナウンスがありました、はい、高橋宏夢は一度エルデスペラードと30分フルタイムドローというのもあります。そうですね、確かに決めきれないという場合もありますからね。勝ち点2を1ずつ分ける形というのがありますよね。そうですよね。ですから本井さん、取りようによってはこれ失点1とも取れるわけですよ ね、はい、そうですね。もう本当取り行くしかないですね。辛くても厳しくても動くしかない。ここから持ち上げるということは、いや、石森分かっています。向き合った、あー、引きずり込む。